こんにちは動画ファンの成田です今回は今ではすっかりおなじみとなりました QR コードを無料で簡単に作成する方法についてご案内をいたします。えー、最近ではよく見かけることが多くなりました QR コード、えー、と私の動画ファンにも設置をさせていただいたんですけれども、えー、こちらの QR コードスマホのカメラなどで 読み込んでいただきますと私の、えー、youtube の動画ファンのチャンネルに飛ぶようになっています、えー、こういった qr コードよく見かけると思います、えー、最近だと名刺なんかにも qr コードが印字されていてそれをスマホのカメラで読み取ったりすると自分の会社のホームページに飛んだりとかあとはメールアドレス それから電話番号といったものを記載しておくことも可能となっております様々な情報をこの QR コードに入れてであとはカメラで読み取っていただくだけとなりますので非常に便利なものとなっております でこの QR コードを、えー、無料で簡単に作成できるサイトいくつかありますけれどもそのうちの今回はこの QR コード2次元バーコードの作成無料というこのサイトをご案内したいと思います。えー、こちらではいい、えー、いつも通り解説ページ開いていただくと リンクがありますので、この qr コード二次元バーコード作成かっ無料というこちらを開いてみてください。そうすると、この qr コードを作成するサイトに飛びます。で、基本的にはとっても簡単なんですけれども、こちらの？面白いところはここを見ていただくと分かるんです。けれども、qr コードの中にあのちょっとしたテキストを入れたりとかちょっとした。 こうイラストマークを入れたりすることができますので、えー、ちょっと変わった QR コードを作ることができます、えー、もちろん普通の QR コードを作ることもできますのでいろいろな設定ができるので非常に、えー、おすすめな 作成サイトとなっておりますこちらでそれでは作っていきたいと思います、えー、こちら開いていただくとこれがトップ画面になります、えー、必要事項を記入していただいて作成するということで簡単に作れるんですけれども、えー、まずこの qr コードを作成する文字列これはもう必須ですあのー、リンクを飛ばしたいときはそのリンク先の url または、えー、メールアドレスとか電話とか地図などの入力 この「説明」というのをクリックしていただくとどんなものが載せれますよということで例が載っておりますので分かりやすいかと思います、えっと。それでは今回は説明ということで簡単に、えー、私の動画ファンの URL を記載したいと思います。えー、コピー貼り付けがが間違いいいなくていいですねこれが私の、えー、動画ファンのトップページの URL になっています。これを貼り付けました で、えー、とこの下バージョン、セル数とか作成する大きさ誤り訂正レベルこれ今推奨となってるんですけれどもこれは特にあのいじる必要がないと思うんですが簡単にご説明しておきましょうこの説明変更というのを開いていただくとまずこのバージョンセル指定これはですねこの QR コードのこの黒い もじゃもじゃもじゃというこれですねこの一つ一つの点をセルと言いますでこのセルの設定ができるということですねえっ、ー、とこんな風に1から40まで40通りあるんですけれどもこれは本当によくわからないと思いますので特にあの設定する必要がないと思います続きまして作成する大きさ これも変更説明開いていただくと、えー、とここに説明が載ってますね1倍だとあのこのセルがちっちゃいですねで6倍にするとセルが大きくなりますあの qr コードそのもののサイズではなくてセルの大きさが変わりまして通常3倍というのが推奨サイズになっているようなのでこれも特にあの 変更する必要はないと思うんですけれども、えー、場合によっては変更をしてみてくださいそれから誤り訂正レベルこれも説明変更を開いていただくとここに説明が載ってるんですけれどもあのちょっとした汚れ具合だったらあの訂正して読み込みしますよという設定をつけることができるようですで、一番高いレベルで設定がされておりますので特にこれも 変更ななどを加える必要はいいかと思います、えー、と続いてこちらの QR コードの色、えー、と通常 QR コードってこういう白いバッグに黒いもじゃもじゃというふうになっていると思うんですけれどもこれも設定ができますカラフルな QR コードを作ることができます、えー、と説明変更をクリックしましょうそうすると このような表示が出てまいりますのでこのカラーパレットから選択のところに前景色セルの色と背景色と選ぶことができます。えー、と基本的にはこの説明にもありますようにあのコントトラストをはっきりとした方がいいようですあの色の組み合わせによってはうまく読み込みができない場合もあるようなのであのその辺は注意していただきたいなと思うんですけれども。 えと前景色セルの色はなるべくこう原色とか濃いめの色がいいですねじゃあちょっとこのぐらいの紺にしてみましょうかで背景色は薄い方がいいですねなるべく薄めじゃあこのクリーム色っぽい色にしてみましょう,こうコントラストをはっきりつけたで色の見本がこんな風に出ますので確認をしていただいてよろしければこれで確定をクリックしてください。こ、は、こ、い、この色でこれでれ確定こちらをククリックすると カラーの確定ができました。えっ、ー、と続いて一つ飛ばしてオプション機能、えー、文字を重ね合わせることができます。どういうことかと言いますとこの説明変更こちらをクリックしていただくとここに例が出てるんですけれども QR コードに文字を入れることができます。あのー、日本語も OK です。なので例えばじゃあ動画ファンのサイトになりますのでこの テキスト入力欄ここに「動画ファン」と入力をしてでこの下に詳細な設定ができますので、えー、とゴシック体か明朝体か選ぶことができます文字のサイズも選べますねちょっと大きめにしましょうで、えー、と挿入位置 QR コードのどこに入れるかであのこういう大きな四角のあるところはダメなので それ以外だったら入れることができますのでじゃあ、えー、と中央下というふうにするとこの辺に文字が入ります。で文字の色色もこの下のカラーパレットで設定ができます赤字にしてみましょうそうするとこういった文字がここに入りますよというふうに設定ができます。これで確定クリックしていただくと確定されます。 えー、もう一つオプション機能があります画像の重ね合わせこれも説明変更をクリックしていただくとこんな風に QR コードにちょっとしたマークとかイラストを付け足すことができますえー、っとイラストはこの中から選ぶようになりますあの好きなイラストをつける自分の持っている写真とかをつけることはできないんですけれども、えー、とじゃあ例えば うんとこの音符マーク音音符マークで音符ママーーククも色がいくつかありますね。えー、と赤にしましょうかね。赤の、えー、とサイズも大中小とあるので小にしましょうか。というふうにして、えー、好きなマークを入れることができます。でこれも、えー、位置どこに入れるか、えーと。さっきこの下に文字を入れたので。 ここだと被っちゃう可能性があるので、じゃあど真ん中に入れましょうかね。こんな風に設定ができます、えー。イラスト、簡単なイラストやマーク、アイコンなどを QR コードに埋め込むことができます。これで確定をクリックすると確定ができます。 で、で、えー、一応ですね、少し戻るんですがこの作成ファイル形式、えー、推奨 GIF 形式となっているんですけれどもこの説明変更こちらをクリックしていただくと,、えー、と GIF 以外でも PNG とか JPEG とか別のど、えー、画像形式でも保存することができるようになっております。一応推奨は GIF 形式というふうになっているのでこのまんま i f 形式のまんまで保存をしたいと思います。 このように上から順に全て設定をしてみてください。で、基本的にはこの qr コードを作成する文字列、これが必須で、あとは特にあのー、変更しなくても qr コードを作れます。あのー、こういうただの白いバックに黒の qr コードで、えー、すぐに gif 形式で文字もなく、イラストもなくというあの1、ー、番シンプルな qr コードを作ることができます。 いろいろ試してみたいという方は、こう色を設定したり文字とかイラストを設定してみてください。よろしければ上記内容で QR コードを作成する、こちらをクリックします。そうすると、このように QR コードが作成されました。一応ここに確認が出てますね。あの文字列、この URL が入ってますよというのが、 載っていていその他の設定こちらになっていますということで載っています。 で作成した qr コードがこちらに載っておりますでこの状態でまずはあの自分のスマホのカメラなどを使って読み込みが可能かどうかテストをしてみていただくことをお勧めいたします印刷してしまうともったいないのでこの状態できちんと読み込みができるかどうかチェックをしてみてください読み込みがうまくいかない時は、えー、こういうイラストの位置を変えるとかあとはあの背景の色とかあのか、ー セルの色を変えるなどして、えー、設定をなさってみてください通常使う場合はこの qr コード画像をダウンロードこちらをクリックしていただきますと qr コード、えー、gif 形式のファイルでダウンロードができますちょっとフォルダ見てみましょうかねそうするとはいフォルダの方に保存がされました qr コード 保存されました。あとはこれを、えー、自身のブログやサイトに貼り付けたりとか、あとはこれを印刷して、えー、名刺などに印刷をして、えー、使うこともできるようになっているようです。またですね、あのー、この影付きなど画像として加工、これをクリックしていただくとあの別のページが開きましてこんな風に QR コードに 影をつけたりなどの細かい画像加工もできるようですので、えー、こんなのを試してみていただくのもよろしいかもしれません、えー、このように QR コード自分でも無料で簡単に作ることができます、えー、自分のブログを持っている方サイトを持っている方はこういった QR コードを名刺などにちょっとつけてあげるとさらに 自分のサイト、ブログ見ていただくきっかけになるかと思いますので、ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。